的買う予定なかったんですよ。もうバニーっていっぱいあるので。でもちょっとたまたま、あ、ほこりかぶって低めの高さのケースがあるといいなと思う箇所がありまして買いました。ビッグバニティが結構大きいのかな。あ、ビッグじゃないとは思うけどちょうどいいサイズだと思います。普通のね、バニティサイズで特にビッグとは思わないかな。最近ちっちゃいサイズの付録が多かったから、私ちっちゃいの好きなんだけど、だからね、ビッグ、それと比較したらビッグだけど、バニティ的には普通のサイズだと思うんですよ。バニティサイズだけど、この高さがあんま高くないので、それが良かった。今回。あ、なんかこれさ、お金って感じ。OK、よかった。良かった。あれ、OK に見えちゃった。高さが8センチぐらいだったけど、うん、多分そう。表面は、ナイロン？持ち手もあります。中央がこう、ね、凹んでて持ちやすい工夫されてますね。ちゃんと硬いかな。なんかいつもこのこういう系と思って巻き込んじゃって開きにくいとかあるんだけど、今回もちょっとそうです。こっちは開きにくい、巻き込んで開きにくい。こっちは開いた、巻き込んでないね。こっちがちょっと巻き込んでる。巻き込んでる。うん。ああ、はいはい。ちょっとね、ここが、このチャックのところに巻き込まれてしまうんですが、まあ、癖付けをすれば。なんかすっごい、何これ、パープルピンクっていうのかな。なんか仕切りがあるな。こっち側に、マジックテープが2本こうラインが分かるか、こんな感じでマジックテープのラインが2本、これはこういう感じで、シンプルに縦ラインこんな感じで縦ラインにもできるし、横ラインあとは、一番この角度が長いのに入るので、それに合わせて、例えば、一つがこの斜め、もう一つがこの斜め。こういう感じ。ね、斜めにすると、ここがすごくロングなものを入れられる。ここがね、ネイル系の、アイテムを置いてるところなんですが、透明のジェルネイルがすごく多くて、ジェルじゃない場合は、5分ネイルっていうのを何種類か買ってて、大きく分けて2パターンです。こことかに、たくさんネイルシールがあります。ネイルグッズ。実際に入れてみました。いろんなところにバラバラになっちゃうのでまとめると、こんな風にきっちり補正できました。ジェルは、こっち、ジェルネイルは。ジェルネイルじゃない、脂肪ネイル使ってるんで、水性の匂いしないですね。ではこっち、です。で、あとはネイルシールとか、あと、その他、細々としたものなんですが、ついでに説明していきましょうか。じゃあ、シールから、あ、ちょっとこの隙間に入れてるのが、いつも使っている、これが細かくしてくれる。これが粗い。で、ニッパーです。ニッパー？こちらのシールなんですけども、私は業者さんからまとめて買うことが、で、こっち側はどうかな。こっちは割と、ホワイトのデザインが好きなんで、まあ、フラワー系とか、
もうバタフライとか、リボン、リボンとか、そういう、で、まあ、ちょっと使いかけのところは、そういうパウチの中に。こちらのダイソーで買ったコンディショナーと、去年買って、いくつか使って、まあ夏が終わったから、しばらく行けるとして、まあ今年も使うかもしれない。ああ、そうそう。これね、カフェネイルな。これなんかスタバチックだけど、よく見るとスタバじゃないんだけど、この前、フェンディのセンスファンをビデオ作った時にも使ってます。全然仕上がりが違って、こっちはまあファンデーションで言うとツヤ仕上がり、マット仕上がりっていう感じで、もうお姉ちゃんがネイルカラーが好きなテクスチャー、なんていうの、表面の感じ表面の仕上がり感が、もうちょっとマットだったらなとか、ニット風なネイルにするとき、そのときはこのマットのシリコン入れて、もっとツヤ感があったらいいなっていうのは、このパールをミックスするっていうと、自作で、これは業者さんから買いました。で、これは UV のライトです。携帯用なので、ちょっとかけた時とか直すのね。まあ、いつも持ち歩いてるわけじゃないので、ちょっとこう遠くに数泊しなきゃいけない時とかは、大きいLED ボックス持っていけないから、こう持っていきますよね。で、これは、キューティクルのオイルなんですけども、オイル感は感じなくて、どっちかってジェルっていう感じです。で、これフォーメイなんで、まあ、ジェルネイルの方も同じブランドです。これ、売り立て、もう新発売の頃に、1本買ってすごいよって、もう1本買おうと思ったら、もう店頭なくて、すごい人気。で、しばらくもうずっと店頭にもなくて、人気にもなくって、まとめ買いしとけよかったとか思ったんですけど、しばらくしてから、供給が落ち着いて他も手に入れられたんです。この爪のこの隙間のところにジェルをチュルって入れ込んでおくと、キーボードでこう何か叩いて仕事してるとかっていう時でも、オイルだとスルーって流れて出てきちゃうのが、ジェルだとここに停滞して流れてこない。以上、美的の背が低めのバニティバッグをネイルボックスにしてみました。